皆様、今日も富士急行模型チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は JR 九州キハ185系特急ディデルカアラウンドザ九州セットの模型紹介です。185系特急機動車は古鉄時代末期の1986年に登場したディデルカーで、四国の特急列車潮風南風に使用されました。当初は緑帯でしたが、 JR 加護は JR 四国のコーポレーションカラーの水色のラインへと変更されました。そして1992年に20両のキハ185系が JR 九州へと売却されます。九州にやってきた185系ディーゼルカーは九大本線の特急ユフ、宝珠本線の特急阿蘇号で使用されました。2004年には九州新幹線部分開業に伴う九州特急の再編が進められまして、特急阿蘇の廃止と九州横断特急球磨川の運転開始によりまして、内装を再リニューアル、合わせてフォグランプの設置、外板塗装の変更などが実施されます。そして2018年には由布、阿蘇、九州横断特急のデザインが統一されまして、外観は赤をベースにツバメマークの入ったアラウンドザ九州の仕様となりました。模型はこの時の姿が再現されております。それでは1両ずつ模型を見ていきましょう。なお模型の付属品はホロのみ取り付けで、シャバンインレタの貼り付け、アンテナの取り付けは実施しておりません。まずは1両目、キハ185型0番台です。模型はこちらがモーター車となっております。正面には増設されたフォグランプが再現されておりまして、ヘッド・テールライトは点灯式でオンオフスイッチが設置されております。側面には車外スピーカーも再現されております。またスカート下部の対象用バーも再現されております。付属のトレインマークはこのようなラインナップとなっております。カプラーは先頭運転台寄りがダミーカプラー、連結寄りはアーノルドカプラーとなっております。2両目はキハ186型0番台です。この車両は元グリーン車、普通車、合造車のキロハ186型で、 JR 九州へやってきた時に普通車キハ186型へと改造されました。この時にエンジンを増設し、普通エンジン搭載車となっております。カプラーは両端ともアーノルドカプラーとなっております。3両目はキハ185型1000番台です。0番台はトイレ洗面所付きですが、こちら1000番台には設置されておりません。カプラーは両端ともアーノルドカプラーで、 TL カプラー用のスカートが付属されております。こちら中間になりますが、ヘッド・テールライトは点灯式でオンオフスイッチが設置されております。4両目、キハ185型0番台。こちらの車両の運転台よりはダミーカプラー、連結よりはアーノルドカプラーとなっております。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。大阪恵比寿町ジオラマ103様のレイアウト EF 番線で撮影させていただきました。どうぞ最後までお楽しみください。
本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひで急行ではひで急行ブログやツイッターなどでも鉄道や鉄道模型の楽しい情報を発信しております。この後もどうぞ引き続きひで急行でお楽しみください。ありがとうございました。